エスボールドメのケースケとラジオもおーい。さあ、ということで本日は8月最後の動画長いよ今年。今年の夏なんで長いか知ってる？6月から準備してるからめっちゃ長く感じてんねん。俺らも3ヶ月間夏の動画撮影してるから、いや本当にいつもの夏よりだいぶ長く感じてるっていう。ハワイ1ヶ月前やで行ったの。ハワイは1ヶ月以上前か。1ヶ月半や。8月ラストの動画ということで、まあ、最後ぐらい体張っていこうじゃないかと。いや張りましたけどいっぱい。そうそう、ぐらいとかぐらいは言い過ぎや。最後もより体を張っていこうと、はい、いうことで僕は近畿の書に手を出します。ということで本日の企画、絶対やらないと誓ったあの企画が帰ってきた、3000キロ走るまで終われないドライブ。はい、地獄。もうヒロトかわいそう、マジで全光のヒロトがかわいそう。全光出さねえから俺。はい、ということで僕たち、1000キロ走るまで終われないドライブ、2000キロ走るまで終われないドライブやってきました。はい。で、2000キロドライブが終わった時に3000キロは絶対やらないと誓ってたんで。誓いましたよ。もうちょっと夏最後やってやろうと思いまして。でも4000はキリ悪いから、ね、もう終わりやん。まあでもラストにもしかしたら最後に4000キロやるからなってるかもしれないですからね。3000キロどこまですごいかというと、東京から、福岡まで行ったら1100キロです。え、ちょっと待って、これさ、往復で帰ってくれる県ある？ないんですよ。だからこの3000キロ九州まで行って東京帰ってきて東北行って東京帰ってきたら3000キロなんですよ。ちょっと俺耐えれなそう。マジでなんかマジお腹痛くなってきてんけど。じゃないくない？うん、なんかもう精神が崩壊しそう。仲良くいくな。すごい。でもここでもうね、喧嘩勃発する出来事が一個あるんですよ。え？何？一番揉めないでおこうって言ってるハン君。お前保険かけてきたな今の言葉。違うよ。なんと免許停止期間中です。ゴーライフみたいに18時間座り続けて尾てい骨折るしかないやん。取れ高あなた、お前18時間で済めばいいわ。右の払山何してんの今。ハンク聞きました。今払山今回裏方として同行してるんですけど、運転する人じゃんけんで決めるじゃないですか。うん、ハン君が負けた場合は払山が運転します。代理だ。ああ、はい、救済処置。払山の時は俺ら休憩タイム。払山ただの地獄じゃん。いいっすか一つ、うん、今日ハン君の代わりっすよね。そう、うん、ここは光るやろ。あー確かに直属のな。光る出たくないねんって。もうなんで。これだんだん原山が崩壊していくのも見れるかもしれない。普通に勘弁してほしいです。でも原山なんか昨日夜言ってたよ、ハン君に愚痴。あ、まあボーナスは欲しいですよね。いや、まあ光るに文句言ってなかったあげさんちゃん。ああ言っちゃってた。これマジで、本当考えてて悪いな。原山になってる状況もなんかかわいそうやな。うん、確かにな。本当一言だけよ。まあでもじゃんけん負けたらね、じゃんけん負けたら原山が運転してもらうんですけど、助手席にはハン君ついてもらいます。夜の究極の眠気が来た時はハン君は原山と一緒に起きとかないといけないっていう。あ、なるほどね。はい、うん、で、まあハン君の代行は原山決定ということで。はい、はい、じゃあだから5人でしっかりじゃんけんはできるってことね。できます。はい、ということで早速運転する人を決めたいと思います。あら、もうマジで100キロずつでいいんかな。いや、まあ、今回それは思ってまして、一旦名古屋のサービスエリアまで250ぐらいかな、300ぐらいかな、約300じゃんけん。あ、最高じゃん。あれあれ、いいよん。では第1回300キロじゃんけん参ります。せーの、最初はグーじゃんけん。はい、よーし、よっしゃー。原山おいって。お前さ、ちょっと待って。お前が信じないで俺進めん、前に。お前何出すんだよ。そういうの言いません。内心腐ってってる。このムーブやばい、このムーブやばい。マジでいく。ちょっとシートベルト外させろ。はい、行くで。せーの、最初行く。はい。イエーイ。関係ないよ。最初から裏方前とか関係ないからね。マジで関係ない。これは関係ない。で、300キロ。ということで、助手席はハン君、運転席は原山。原山。まあ俺らこの辺で体力回復しとかないと。いや、そうだよ。じゃあ一旦席チェンで。はい、ということで席チェン完了しました。おーっしゃー。まさかの一発目から裏方代行運転ですが、いやーマジでありがとう。じゃあ距離リセットお願いします。はい、この一番下の部分ですね、ここ、はい、せーの、ドゥーン、ゼロー。さあ、これが3000になるまで走らないといけないということですね。
ということで早速始めたいと思います。イエス。39キロ走るまで終われないドライブスタート。ワンチャン車壊れるとか出てきそうやけどな。いやマジで、ちょっと俺それ思ってた。俺も俺むしろ俺それ願ってる。もはやもう取れたくない。俺も願ってる。あのなんかエンジン焼けましたとか言ってなんか、まあ一旦今回どういう旅にしようかと、ご当地のご飯食べに行くっていうのが一番簡単かなって。まあ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 そうだね。名古屋でちょっと軽食っていうか、まあサービスエリアで軽食パクッと食べて、大阪の角屋目指すのはどうですかね。マジで大賛成。めちゃめちゃありだ。本当に頑張ろう。マジでごめん、なんかこの免許持ってない俺が言うのもなんやけどさ、今日さどこまで行きたいの。だからそこを決めなあかんねん。決める問題。今回はほんまに限界が来た場合はどっかに宿泊とかもあり、まああの2000キロは車中泊で耐えたけど、ちょっと安心安全運転を心がけるのであれば、まあビジネスホテルとか泊まった方がいいんじゃないかなと思ってるけど、いやそうですよ。まあその時の体力次第。え、もう俺の完全なる希望で行くと九州を折り返したい今日で。ってことやったら多分初日に体を追い込まないとかって。でも初日がいい気がするんだよね。初日追い込まないときついよ。え、初日に体を休憩さすってこと。ああ初日に追い込まないと。ああ俺もそう思う。それをすることによって2日目は若干オールコースになる。ホテル泊まれないから日中。あ、まあまあまあね。だからここの車の運転手以外が寝れたりする時間しかないっていう。そういうこと。そこはもうみんなで、ね、仲良し恋しで協力プレイ。まあね。払い前何キロ今。1.2 キロ。これを300回するんやろ。いや3000回や。3000回や。3000回ありえない。だって名古屋に行くのお前いいいいって言うな。一個懸念してんのは深夜にご当地とかやってないやん。あそうそう、だからそれが九州になっちゃうよ。そうでもわからん。みんな角屋食べた後にもう一回東京から大阪ぐらいの距離を運転する自信があるかどうかよ。いやだからどれだけ早く帰りたいかによると思うよ。いやそうだ。だって俺4日なんて車乗ってたくないもん。え、しかもハン君が土曜日に帰らないのかん、ね、絶対ごめんなさい。だからお前真剣にやらないとやばいで、ね、この企画。まあでもこの動画伸びるからな。いや何か知らんけど伸びてんねんな。1000キロドライバーマジ神回 の動画だったもんね。1000キロが全光。だって俺ヒロトのお父ちゃん母ちゃんに怒られたもん。ケンチャさんあんな危ないよ本当に全光がとか言って。え、ヒロトお前マジで寝んの禁止やで、そういうので。いやもうそれは分かんないで今回に関しては。ヒロトだってやるだけでやってないんだって言いたいんだ。やっと見て寝てるわけじゃないからね。俺もでも一個違うのは、俺あの時と違ってブラックコーヒー飲めるようになった。いやお前あん時だってお前強強だからとか飲んでたで。そうやで。はい、ということで海老名サービスエリアに来ました。ちょっと人目がすごいんでちゃっちゃっと買っちゃいましたか。そうだね。じゃあヒロト怒って。俺財布忘れてん。最初はグーじゃんけん、出さなきゃ負けで、最初はグーじゃんけん、ほい、はい、こっしょ。じゃあ取りに行かなくていいよ。いいよ。適当にビャーって買って分けよ。全部済ませちゃうもん。そうしよう。美味しそうやし。じゃあ運転せえへんし買って。いいよ。残り1個ずつのシガ。あ、まあこっちはこっちで。俺ゆず塩誰。あ、でも俺3000円しかない。あ、ゆず塩を3つ。3つで焼きそばを2、ジャガベーが2、あとシソチーズ2。はい、それ俺のやんな。よし、まあまあいいんちゃう、食ったら。でも俺3000円しかないから買われへん。なんでお前ら全員持ってきてない。八山がおごってくれました。思ってないやろ。いやもうすっごい思ってるよ本当に。たまない。いやだから次の飯じゃんけんはないよ。俺は俺の4買うから。お前らのなんかその飲み物の買い方嫌な気配を感じる。だからお前らいつも財布持ってこんくらい。名古屋か角屋を選ばしてやるよ。角屋いつでも財布は持っていきませんお前ゴロ悪い。はい、ということで海老名で焼きそばとなんかいろんな棒買ってきました。はい。じゃあ今この海老名の時点で総距離が 46.4 キロです。40しか来てないの。結構原山ゆっくりペースやった。じゃあ食べますか。食べましょう。じゃあいただきます。いただきます。一発目のグルメは海老名の塩焼きそばと棒です。もうマジ何も食ってんから今日。あっちー。よし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 。いただきまーす。あ、間違えた。いただきまーす。あ、間違えた。いただきまーす。あ、もういいや。うわ、シソチーズうまっ。マジ今日目指せ1000やから。いや、1000で終わらんとこ。1500ぐらい無理やろ。無理やな、半分はさすがに。1100は12時間でいけんねんで。でも、そのいろいろ込みで考えたら多分15時間ぐらいなんですよ。夜はヒロトに頼みたいな。なんかない、なんかボーナスタイムとか言って。ねえ、全光コーナー。じゃあちょっと、エミナから行きますか。うん、はい。さあ、ここから名古屋です。名古屋。名古屋だね。名古屋まではね、どんぐらいだろう、200キロぐらいちゃう。あっ、見てヒロト、厚木。松岡健康センターの厚木版。今日話せるんですか。サウナとかもな、
どっかでぶっ込めたらいいねんけどな。サウナぶっ込んだ時にはもう終わるで。じゃあその前にじゃんけんしていけばいいんじゃない。ああ、でそいつ運転手だけ入れない。あ、風呂に入れない意見みたいな。うわー、それは嫌やな。でもさ、500キロの時点でそれやってるってやばない。いや、やばい。だから九州まで行ったらやっと風呂っちゃう。いや、九州の温泉いいんちゃう。いいね。大分。別府。九州行ったらちょんまげ小僧いるけどね。ヒゲヒゲです。あいつらでもほんまに大人おらんらしいな。ほんまなんや。うん、ほんまらしいね。だからナマズマジの天才らしいです。ということで、岡崎サービスエリアに着きました。よっしゃー、よっしゃー。東海オンエアさんの聖地です。マジで夢丸さんに会ったぶりちゃう、岡崎。いや、ほんまにそうかもしれん。どっちで住んの、うん、ただいま距離何キロですか。今が298っすね。300キロほぼジャスト。はい。まあ、じゃあ一旦ちょっと岡崎降りてスタバでも買えばいいんじゃないですか。スタバの前とかでじゃんけんする。そうしよう、そうしよう。で、あのじゃんけん負けたやつがスタバと運転。一回金下ろさなあかんよ俺。負けよう、負けよう。じゃあ一回降りましょう。はい、はい、ということで岡崎サービスエリア着きました。いいやっぽい。こっからはじゃんけんで大阪までの運転。はあ、200キロぐらいかな。200キロ。あ、200キロか。200キロです。いやでもね、後ろ乗ってたよ。後ろ乗ってたよ。かったわ、睡眠取れたもん。いや、そうや、全員取ってたもんな。まだまだ行きたい。まだ運転したくないな。なんかまだまだまだ嫌や。行くで。行きます。せーの、さあ、100、じゃんけん、はい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、はい、よっしゃー。よしよしよし。お前たち、お前たち、今日はついてる気がするね。いいよ、全然いいね。やばい、なんか今日俺の回な気がしてきた。ガチテメ、ガチテメ。なんだか決勝やね。いくだー。せーの、最初はグー、じゃんけん、ほい、しゃー。ガチテメ、ガチテメ。岡崎、それパーキングで寒いとるから早して、早ハング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 、もうこっち入れて、こっち入れて。いや、たぶんこれ、あ、もうちょいな。もっと、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 もっと。お疲れ様です。夢丸さん、痩せすぎや。お前、痩せてるな。ごっつぁんすねんな。うわ、ヒロとこんなアップにされたら終わるで。鼻毛とか。鼻毛が切るだろ、お前、分かってたら。今やってやって、アップにその顔が。まあ、口上げて。あの、ヒゲエグいわ、お前。ちょっと変えますか。はい、行きましょう。ということで、スタバ買ってきてもらいました。ありがとう。なぜか謎にもうこの旅で僕1万円飛んでます。298キロなんで、ここから大阪までぶっ飛ばしていきましょう。はーい、はーい、じゃあ行きます。なんと、あの、さっき岡崎サービスエリアでストーリー東海さんのやつあげたら、ふとしみつさんから返信来ました。その写真、今の君たちより若い、笑って。あ、そうなんだ。そうなんだ。ご飯連れてってくださいって言ったら、行こうって。え、マジ、うん、俺めちゃめちゃ痛いんだけど、としみつさん。マジで俺、かどや行けるだけで、モチベ保ってるから、かどやの後のモチベを決めたい。かどや、あー、なるほどね。かどやの後のじゃんけん、ちょっと山場じゃない。いやマジで、大阪の悪いとか、とどまってしまうね。いいものが詰め込められる。往復して帰ってきて、寝たい。でも、往復して帰ってくる頃、もう昼やから。でも、効率を考えたら、混む時間帯に東京に戻りたくはないよね。九州行った後、東北行こうよ。だから、九州行ってから、大阪もう一回戻って、うん、そっから北陸道で石川県方面行って、うん、新潟の一番上まで行く。で、へぎそば食べて東京に帰る。え、で、ゴールが多分行ける3000キロ。うん。え、ほんまに多分な。あの、新潟ってめっちゃ上まで行けるんだ。長いね、長いからね。まあでもあと2時間っすね、ちょうど2時間で、6分の1が終わる。あ、6分の1終わるんか。意外と来たね。いやでもこれほんまは明日の朝一から始める予定ってんけど、怖かったから急遽半日前倒し。前日に撮影始めたんだよね。だからちょっとね、暗くなるの早いんですけど、ご了承ください。じゃあちょっともうちょいで三重県かな。100キロぐらい走ったらカメラ回します。はーい。ということで、なんと嵐に遭遇していました。何これ。来てましたね。ナウです。マジでもうタイヤ結構滑っちゃう。もう稲妻が真上みたいな感じですよ。青い稲妻が僕を責める心を焼き。やべ、なんかめっちゃ出てくる。今日警戒区域入ってるわ。あ、マジでナビが真っ黄色だった。ほんとだ。やばい、ヒロト、あれしてほしい。グラードの特性。うわうわ、どっかに海洋がいるっぽい。朱色の玉みたいなのが必要だ。朱色の玉。
てか本当にこれもう雑音やばすぎて声聞こえづらいまであるんじゃない。ああじゃあ頑張ってみんな声張って張ってグラードグラードソーラービームグラードやめて何がソーラービーム編集で出そうとしてないっすね俺が編集じゃねえからいいわ今日はグラードこの角度からも撮りたいね今これビーム出てますやめてくれ頼むごめんミスったじゃあちょっと嵐抜けるまで待ちます。はーい、はい、ということで片寄に到着しましたということで時刻が8時42分ただいまの距離数 489.1 キロ。約500キロか。約500です。なんでまあここで腹ごしらえしてじゃあ負け。ほんまに今日行けるとこまで行こうぜ。いやマジで今日でもガチ山の日やで多分。いや全然ないよ俺もう吐くほど食うからね。めっちゃやばー。吐くほど食う。いや吐くほど食うよマジで。お前らなめんなよ本当に。ガチ山の匂いがしてきた。食って血糖値爆上げでクソ眠い中で自分が負けるっていう未来が見えるわ。やっべー俺全光あんじゃねえよ。じゃあ行きますか門谷。行こう行こう行きましょう。行きましょう。レッツゴー。ということで俺らの大好物餃子が来ました。はい失礼します。はいすいません。うわ来たやべ。はい 0.5 卵入り最強タイミング。あこっちです。はい結構全員での株や超久々やな。超久々やな。2年ぶりだ。いただきます。いただきます。いただきます。うまっ。いただきます。うまっ。はい、すいません、餃子ラブ。うまい、うまいわ。あー、うまっ。サイズ感とニンニクの効いてる感じが最高。この門屋のエビマヨがマジで隠れ美味しい料理なんですよ。ちょっとちゃうねん。餃子と見せかけて。うまっ。餃子もうまいけど。すいません、ありがとうございます。はい。はい、チーズ。じゃあ。で、これ何回も俺説明してるけど、この餃子をラーメンのタレで。うまいよな。これが一番うまい。ちょっと動画映る？お母さん映して大丈夫ですか？はい許可もらいました。そう並んでたらね、なんと視聴者さんがいました。うん、いくつやっけ？13、14。ちょんまげ小僧と一緒です。野球部ね。お互い野球部。ポジションはファーストしてたけど。ピッチャー。濃いわ。ちなみに好きな YouTuber は誰なの？ソスケ。いやお前ら中学生だろ。大人の対応。毎日やばい。ほんまに似てるわ。毎日やばいっす。やば。いやもうおおいいよいいよ。今日クリーナッチョ。3号すごい。4番おらんねここに。入りたい高校は。おしゃこしゃ持ち上げる。俺ここがいいですよ。言わへんよ。ほんま受験みたいなことせえへんよ。なんか視聴者さんとかも久々やろ。いや、そこうまいね。まあ野球頑張ってね。うん、ありがとう。よし、じゃあごめんな。じゃあちょっとあとはプライベートで食べさせてください。はい。ということで、カレーは食べ終わったらまたまた視聴者さんが。はい、野球やった。野球じゃないです。バレーボールやってます。バレー。はい。この体型で2つなんですよ。いや、僕があのストーリーでカレーやいるみたいなストーリーを見てくれたらしくて、ドライブって聞いたんでって言って。差し入れ。やばいよ。次運転の人って。次今から決めます。見とく見てでいいですか。お願いします。ちょっと待って、なんかさ俺の代わりにジャンケンしてくれ。いいっすか。あじゃガチ山として。そう。ガチ山ね。今回はガチ山としてジャンケンちょっとやってもらいます。じゃあちょっと頼むで。はい。行くで。せーの。最初グーじゃんけん。はい。
アイコでしょ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 うわー勝った勝ったありがとうマジでありがとうやばいよこれまだ童貞があるからこれはやばいこの後の飯はやだなちなみにあの負けの次の人は助手席やからなせーのこの時間帯はせーのチャ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 はいよっしゃーごちそうさまでしたーだからもう助手席は確定やろ確定助手席はまだまず確定じゃあ負けよまあそうやねハンクはもうどの道助手席確定だからマジで負けてくれもうそうなったら絶対勝ったせーの最初だけじゃんけんはいイエーイでもじゃんけんばかりはまあそうやな出れないから運だからさっき300キロ走ったばっかっすよいやまだ何キロか決まってないから決まってないからあ、ありがとう飲んでください超嬉しいこれはありがとうありがとうマジでこのメンバーにもこのメンバーにヤクルトくれてるよええー、大阪大きい子おない多い多いちょっとみんな映って大阪ちゃうっすよちょっとおもりおもりおもりお前らデカ集団デカ集団やなもうどれがもっちゃんでしょうかみたいな感じやでじゃあ譲なんやこの絵面じゃあみんな頑張ってねいろいろありがとうございますみんなマジありがとう俺もありがとうはいということで改めまして門谷ごちそうさまでしたありがとうございました出てからねすごい視聴者さんが集まってくれて、うん、なんかプチオフ会みたいになってましたけどオフ会すぎたやろあれいや俺さガチャマが代わりにじゃんけんしたやん、うん、俺やろうと思ってそれなんかややこしくなるなと思ってさ、うん、やめたらガチャマ行ってあいつ俺のもんにしときゃよかった一応ガチヤマとして出てたんですけど体は島袋で名前はケイスケなんですよカメラで言えよってということで改めましてハクが負けたんでまた原山ですマジなしやんでもここでやれるのはお前だけせやなせやろせやろせやろ俺お前のこと信じてるから、はい、だからこっからはちょっともう大阪から離れたくないけど次は博多やな人生初博多そうやなまあ行けたら行っちゃいなこっからちょっとね200キロ刻みぐらいでじゃんけん200キロ刻みで刻んでいきますよそうだね一応今福岡博多駅まで距離が600キロの到着時刻今10時半に対して4時45分朝やん全然朝やんでもこれをやればもう1000キロ超えてんのよ4時46分には1000キロ超えてんねんまあだからいい感じで眠りのルーティーン行けば明日生きれるじゃあ出発させましょうレッツゴーさよなら大阪行きますえ、目標は明日の正午にもう一回大阪ってこと明日の正午にはもう大阪やなで半分終わらせる果たしてそんなうまくいくのでしょうかこの旅は行かせんのが勇敢クラブですから俺らは完全に勇敢クラブ、うん、不可能に可能にするのが勇敢クラブですヒロトちょっと深夜のゲームちょっと一個やっといてじゃあ俺ゲーム思いついたから俺でいいお願いしますガチャマの私物ゲットできるゲームうえぇ一人以外最後に残った一人以外、僕の私物を今ある限りのもので何かプレゼントしますああなるほどこのバック周りまあゲームは何をするかと言いますと僕がじゃあある歌の歌詞を読み上げるので誰の何の曲なのかをああなんか前やったな当ててくださいはいって言った人たちからうん挙手制でいきますはい第1問目青く晴れた日を笑う太陽はいはい青く晴れた日を笑う太陽水面か正解よっしゃ今のせこくないですか乗ってから歌を歌って理解してる感じちょっとせこくないですか青く晴れた日をでちょっと何のことか考えてましたよね違いますよそれ審判どうですかガチャマさんノーカウントではぁ流されましたやめてはいで言わななるほどねそうだじゃあ次から本番でいきますはいでは第1問この広い僕ら空の下出会って恋をしていつまでもちょっと待って待っていやあるよな続きの歌詞いきますはい出てんねんけどなただ泣いて笑ってはいあーはいケイスケグリーンの愛歌正解泣いて笑ってやこの広いのとこだねあーこれ難しいかなじゃあケイスケはまず私物ゲットですはい何にしようかなじゃあケイスケにはホットアイマスクあげますおお最高やんちゃんとしたやつやちゃんとしたやつやで、ね、なんだよ俺靴下とか言われるいや俺も第2問あなたは気づく二人は歩く
暗い道でも日々照らす。はい。お。小さな声の歌。すごいね。歌なのに。ヒロト待って、なんちゅう声出てんだよ。俺も今突っ込むか迷ったけど。うがいしてたんだけど一人だけ。すげえタンから持ってた。歌なのに。歌なのに。歌なのに。じゃあもっちゃんには新品のミンテ2箱あげます。よっしゃ。残るはあと1人です。はい、お願い。第3問、君の恋人になる人はモデルみたいな人なんだ。はい、はい、ハン君、タガレの花子さん正解。よっしゃ、それも出たのに。あぶねー。なんかあるかな、私物。ちょっと思いつかないって。じゃあ最後は特別に、わ、僕のチケプレゼントします。マジだね、お前それヒロトにプレゼントしろ。ちょ、なんでそこに本当マジでないよ、ありえへん、マジでありえん。とりあえず払いもお疲れ。おざっす。お疲れした。マジでも負けないでください。いや、そうだよな。マジで。マジで。俺言っとくけど、言っとくけど、マジで俺だって負けたくねえんで、寝てんだから。ということで、ただいま、篠坂サービス、篠坂パーキングですね。でもこれは、岡山は過ぎてる。あ、マジで、うん、ただいまの合計キロ数は、ただいま、695キロです。おーい !700 キロ。じゃあ、一旦降ります。よっしゃ。ということで、ただいま時刻が1時9分です。ただ約12時間ぐらいだと思う。だから700キロ地点から900キロ地点の200キロじゃんけんです。せーの、最初はグーじゃんけん、ほい。よし、よっしゃ、勝ちました。お前たち、よっしゃ、お前たち、よっしゃ。これやばいね。大丈夫、ヒッコリーやぞ。ガチ山なんか全部決勝いってない。ガチ山、ガチ山決勝率超高い。俺全然負ける気してないから。悪いけど、全然負ける気してない。多分今日もガチ山の日だって。いや、全然違うよ、マジで。そんな感じしてないもん。じゃあやろうぜ。多分俺勝つもん。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。負けないよ。おい、なんだよお前、読み負けた。全員ひっかり、全員ひっかり。え、ガチャマ助手席だって。なになに、ガチャマ助手席。で、お前の相棒俺みたいになってんねん。いつもいつも。じゃあよろしくお願いします。お願いします。やったー。ということで、じゃんけん負けたのはヒロトなんで、ここから900キロ地点までヒロトです。誓いのあれ飲んだ。もちろんクラフトボス。そして俺今全然眠くないです。おっ、マジで全然眠くない歌歌って、全然前世にかけて。全然眠くない僕はいつも運転し始めたよ。もう行くわ。行こう。うん、よろしく、よろしくお願いします。あれ、お前だってもうちょっと、え、早っ。もうちょっと眠そうな構えすんなよ。いや、本当に大丈夫。お前、車内の光で全光がとか言うんじゃねえよ、お前。さすがにないね、それは。ふぅ。お前、危ないの、このカメラを撮り終わってからの話だ。まあ、そうだ。今はみんな起きてくれてるから。いや、本当に俺、ヒルドの負のレース始まった可能性あるね。あるな。ヒルドだけ電気消していい、前だけで撮った。あー、いいよいいよ。じゃあ、チプラシャッターとします。さよなら、みんな。さよなら。ということで、深夜1時のヒロとヒロアキダブルヒロラジオ。じゃあ、あの眠くなりそうな声のトーンでいきましょう。わかりました。はい、じゃあいつも通りお便りの方からいきましょうかね。はい、金髪子供おじさんからのお便り、一つ質問があります。はい、ヒロトさんはいつヒゲの脱毛が終わるのでしょうか。見ていてとても不愉快です。お金があるなら早く、施術してもらってヒゲをここも早くなくしてくださいとのことですね。アンチですね、それ。つい先日、ヒゲ脱毛に行きまして、はい、まあ4日前とかですね、本当に。はい、その時にちょっと聞いてみたんですよね。僕って大体あと何回ぐらいで終わりますかねって聞いたら、気まずそうに10回以上かかっちゃうかもしれないですねと言われましたね。なるほど、みたいです。はい、じゃあ次のお便りいかせていただきます。はい、次、エロサーチゴリラさんからのお便り。はい、なんか、この前、大阪で、ヒロトさんに似てるなと思う方を見かけました。はい、その方がピンクのホテル街に入っていく姿を見たんですが、はい、気になったところ、ヒロトさんと思われる人物が出てくるまで待っていたそうなんですけれども、はい、そしたら
本物のヒロトさんだったらしいんですが、はい、その件に関してはどうでしょうか。多分おそらくそれは霜降り明星のせいやさんですね。ちょっと一旦僕トイレ休憩入ります。早くないですか。これだけスポットライト当てられててすっごい。ちょっと待って、誰かバレ足臭い。絶対僕だ。まあ違う、お前マジで靴脱ぐな。お前ライトもないからそれやばい。え、ほんまに臭い。お前マジでありえん。臭っ。え、やばい、これどうする。これ一旦ちょっと窓開けたいんだよ。一緒で裏方の足の匂いのせいでサービスで寄らなあかんねん。よし、洗ってきます。はいはい、ということですいません、なんかごたつきましたが、再度スタートということで。これ前の方が良かった説あるぞ。あるな。さあ、トンネルですが、全光はノー。もうじゃあ一旦ナイトモードにしてみていい。ああ、いう全然違う。マジで言ってる。マジで言ってる。では悪魔画角スタート。じゃあお前ほんま安全運転やで。あーたさ、頼むヒロト。お前お前急にそれ小さい子やめ。嘘やって、嘘やって。いや、お前ほんまいらんだよ、ヒロトとか。いや、分かってるって。まだお父さん怒られても。完全に疲労困憊。ヒロトは元気ピンピン。俺元気ピンピンになっちゃったよ今。900.5kg です。ちょうどあったんやな。ちょうどぴったりあった。でももう北九州の看板出てきてますから。でも次博多ってことやもんな。次博多、次もっちゃんが運転して博多やな。無理。待て、なんでまだまだ眠そうなの。お前だけちょっと、え、それ温度感一緒にしないでほしい。ちょっと一旦これあれちゃう、サービスエリア外でやったらうるさなるから。まあな、もう車の中でしてもいいんちゃう。これはそうやな。もう4時ですから。え、4時です。これ本当に嫌だわ。もう、え、まだまだ寝れるっしょ。みんなまだまだ寝れるよ。ついに片道ゴール地点、200キロ運転。ただいま時刻3時56分。4時前です。せーの、最初グー、はい。松山アンド、ケンスケ。やばない、ちょっと。え、ここガチ山決勝やん。今、全部決勝出てるじゃん。全部決勝。全決勝の男。メーパー切りすぎまして。行くで。余裕で。うん。いや、せーの、最初グー、はい。ほい！言ったやろ。今マジ勝ったみたいな。いや、もうあのな、勝機がない。ガジヤマ。ちょっとその顔目やばい。俺速攻で200キロ到達するから。ちょっとあのウェーンやめて。いや、よどです。はい。ちょ、マジでマジで全然。あの、車のこと考えよ、ちょっと。まあまあ、でもね、 YouTuber に買われちゃったっていうこいつの運命ですから。しかもなおさら俺が運転しちゃうっていうところですから。どうなのか分からないですよね。よし、行くか。止まっててもしゃあねえしな。いや、マジで。でも九州に6時に着くやろ。うん、6時に着いて九州何やんの。マジでない。え、しかもまだまだ角屋おんで。やばい戦いになってきた。線でまだこれやもんな。山口やろ今。初山口やで。到着予想時間は博多に6時15分です。ただいまいいペースやけど、まあこっから多分通勤ラッシュとかがあるからね。多分博多に長く居すぎると後々大変になってくるっちゅうこっちゃ。大阪着いたら1500か。やばいな。でも俺結構マジでもう体力やばい。よく考えたら3000キロドライブってさ、夏しかできない。冬とかだってさ、雪のさ。あ、確かに。そう考えてみれば期間限定の企画か。あ、でもほんまにもう九州やもん。韓国の方が近いですね、東京より。なんだ、大阪より近いんちゃうか。近いかも。じゃあ走らせるか。走らせるか。いっちゃんケツのやつはもう完全バタンキューしてるわ。カメラ回してから一回もう目合ってないから。映る気ないもん。一番運転してないくせに。また道の映像に切り替えます。さらば。先ほどと景色が全然違うと思いますが、高速道路降りまして空港が到着です。
俺もう人生2回目の九州上陸よ。おー、中3の長崎ぶりの九州。うわ、ちょっと待って、俺博多で買いたいもんあるわ。博多の通りもんっていう最強にうまい、この世のお土産界で一番うまい、あれガチで無限やで。ちょっと俺次運転やったらもうなんか那須ほうみちゃんの実家とかで降ろして仮眠するわ。どこ実家。でもやばい、なんか俺九州着いた瞬間マジホームシックなってる。ちょっと関東に、関東寄りに戻りたいってなってる。しかも最悪ここに来るまでもうなんか弱カーブばっか。そう、うん、うっ、博多美人いる。2時間のドライブの間に計画練りました。まず今から引き返して大阪戻ります。戻った時点で多分1時半2時とかで、そっからお風呂、まあ、ちょっと多めに見積もって1時間半から2時間入ります、うん、夕方に大阪出ます。4時間かけて石川県行きます。夜の11時で、そっからアパホテル泊まる。うわ、これが完璧なコース。完璧ですね。この時点で2000キロです。そっから1日寝て体力回復させた後に1000キロ走ればゴールです。ちゃんと予定通りに帰れる、この体力回復プラン。帰ろうか。さっきから喋ってんのいいな。これが3000キロドライブでしょ。まあリアルだな、これが。やべえ、着いた博多。どれ、博多駅これや。じゃあちょっと一瞬駐車して博多駅行きたいと思います。はーい、はい、はい、ということで博多駅到着しました。1時に東京出まして、着いたのが翌日の6時27分です。はい、ただいま僕たちドライブして約17時間行く車運転してます。なんか目パキってない。どこ見てるの。ほぼ俺じゃなかったっけ、運転してきたので。しかもお前ら今回ありがとう言ってないから絶対にお前ら運転することなんで。いや、フラグ回収してんだ。いやいや、知らないよ俺本当に。で、博多駅に着いたタイミングでの俺らの距離数が1077キロです。1077キロ。はい、なんで僕がさっき言ったルートで行くと石川県着く頃には約2000、1900ちょいぐらいかな。なるほどね。で、こっからまた広島の手前かな、岡山ぐらいと広島の栄ぐらいまでぐらい、ちょいぐらい。とりあえず本州乗りますか。行って大阪のお風呂目指そう。うん、で、行きます。200キロじゃんけん、せーの、最初はグーじゃんけん、はい、せーの、最初はグーじゃんけん、はい、はい、ほら言った、見た、こら、ありがとう言えないバカどもがよ。やばい、寝てた3人がちゃんと負けてる。くれヒロト、やばい、見て、あの目の下のクマ。やばい、やばい、来た。一番熟睡してたから、今一番やりたくない。まあ、いっか。はい、せーの、接触、ジャケポイ、ジャケポイ、ジャケポイ。もうさ、待って、やっぱ思ったよ。もうなんかちょっとフラグ立ってたもん。いや、あれやな、花山で報告するとこからあの、ウホウホで行ってニコニコで行って報告しようか。ということで、博多駅に滞在した時間は約5分。ここからまた近畿地方へ戻りたいと思います。運転どうする。じゃんけん。じゃんけんしとく。じゃんけんな、もう別に立候補でもいいで。はい、立候補させてください。何言ってんの。ちょっと俺そのなんかもう、もう飽き飽きした、こういうじゃんけんでなすり付き合い。もう木遁分身の原山が同じ感情のはずやから。正直言えば正直負けた。ガチ負け。ガチ負け。ちゃんと負けた。グーグーチョキで負けた。こればっかしはかわいそうやわ。だってほんまに同情する。やばい、今だってハン君3、ガチヤマ2やで。ヒロト1。あ、ヒロト1か。俺ともっちゃん何もないしか。うん、まあでもしゃあないからな、もうルールやから。今何キロって。今が1077。まあ最悪ほんまにヤバかった途中でいいよ。そんなパーキングエリア寄ってもらった。そんな前は僕にはいりません。500ぐらい行っちゃう。あ、やっぱり誘い合いという。バイブス的にはいけるっすね。バイブス高っ。じゃあちょっと前後ろチェンジしましょうか。はい、はい、はい、ということで行きましょう。2日目スタートです。6時58分、安全運転で。こっからは限界が来たら交代するようにということで、お土産紹介コーナーに移りましょう。早朝でファミマに博多の通りもんが置いてました。食べますか。いただきます。これはちょっとみんなに食べてほしい。これマジでうまいから、一回食べて。
高田通りもこんな感じ。あ、そうやった。マジでうまいからこれ。うまっ。びっくりする。え、うまっ。めちゃめちゃうまいんだこれ。やばくない。白ワン、これただの栗なんかなっていう。わからんの。朝ごはん買いました。白生明太子フランス。あ、出た。あったね。博多の明太フランスはどんなもんなんや。ありがとうございます。ありがとうございます。麺うまっ。うまいか。ちょっと辛めね。オーリモンと麺だけで俺一生生きていけるかもしれん。多分博多ほんまに美味しいもん多いで。ワンちゃんエッセイにラーメンとかあるんちゃう。博多で島袋食堂だったら俺マジいいね。ノリノリでやんで。やる。うん。じゃあ二人派遣するわ。え？二人きりみたいなのやろ。オレンジ寝てんからと動画盛り上げてや。バカ、俺気づけよ。俺がもう目を開けているだけで限界というか。バカ気づけよって、なんかやってくれてんのと思ってたら今回ほんまに負ける気せん。俺も今回全く負ける気せないもん。マジで。じゃあちょっとあと100何キロか頑張ってもらおうか、前2人に。じゃあ俺ら2人寝るから2人でトークしとき。オッケー。最近どうすか。じゃあその前にさ、お前の靴が臭すぎてさ、靴封印してんのに、なんで俺の靴かさなあかんの。お前に臭くし、匂い臭くしたくて別にケアできるやん、そんなもん。臭かったなんて前から分かってることやろ。遠く持って。いや、無理しなくていいよ。寝るの早すぎー、お姉ちゃん。ごめん。全く映ってない。あんたいなくなるから。そうしたら高橋恋美の響きに。高橋恋美俺さ、原山おしっこの時ヒューがネジになって、お茶何になれる。車になれる。ガチガチ。やってみていいか。いいとこです。ガチャ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 。着きましたよ。200キロ追加します。通過しました。あと400キロ切りましたね。大阪までは今の距離が1284キロです。1300。あと2回か。あと2回で大阪着いて水車入って、今年合計4回じゃんけんすればバックスできる。1回払いも俺の代わりにやってみる。それはいいさ。もうハンクに全部任せます。オッケー。任せたらもうリラックスしていいっすよ。いやー、分かった。もうリラックス。いきます。せーの、最初はグーじゃんけん、ほい。あいこでしょ、あいこでしょ。よし、ガチャイバ、おやすみ、もう寝な。ありがとう。ありがとう。これは俺は勝てる。せーの、最初グーじゃんけん、ほい。よし、やばい、これ初。あー、いい流れ、いい流れ。天心対タケルの戦いみたいな。そうやな。これは天心対タケル。ケイスケ対もっちゃん、正規の一戦。せーの、最初グーじゃんけん、ほい。せーの、せーの、グーじゃんけん、ほい。シャー。もう、うまい。うまい。俺がラスカー天心でしょ。いや、まだわかんねえから。じゃあ、運転するの僕なんで、ここで仮眠決定で。いいよ、いいよ、大丈夫、大丈夫。行くわ。この目を見れば、眠いってのがわかりますよね、皆さん。これはもう岩盤薬いかなかんわ。大阪でお風呂入れるのか。たぶんここ俺で正解やで。一番睡眠に強い。ここ越えたらさ、岩盤フロアとかやっぱ一番きついんかな。いや、そうだ。でもあれは横になって寝るからな。でもそこで調子乗ったら、もうみんながよくに負けたら、マジでそこで5時間ぐらい俺で多分みんな。でもさ、一回アパホテルで爆睡できるわけやんか。一回爆睡できた後線切ってんの結構心、いや心余裕。いや、確かに、だいぶ違う、だいぶ違う。確かにそう考えたらな、気持ち面的にも助かるな。めっちゃ楽よな。まあ例えばが新潟行かなくても、もう一回大阪帰って東京帰れば。そうだね。っていう感じで石川、大阪、東京。駐車場の猫は。やめてやめて、今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 やめて。もっちゃん、もっちゃん世話したって。いや俺にもかなわへんから、みんなで世話しよう。じゃあ全員寝ていいから、俺次じゃんけん内見とかいい。今日も仕方しようぜ。お願いします。せーだー。
福岡でー、今岡山県でーす。岡山、ここからヒロトにバトンタッチしたいと思います。はーい、よろしくお願いします。じゃんけんタイム。最初はブンブン、じゃんけんポン。こいつタイミング。いいね。せーの、最初はグー、じゃんけんホイ。最初はグー、じゃんけんホイ。せーの、最初はグー、じゃんけんホイ。しゃーい。もう最悪。やったー。神様はやっぱ俺を見てくれてる。助手席じゃないし、しかも俺は。いきます。うん。めっちゃ緊張してるやろ。すっごく緊張してる。今やばいやばい。運転したくない。いきます。せーの、最初はグー、じゃけはい。よっしゃー、うわー。いいよ、助手席でいいし。はい、前来いよ。おらおら。ブブ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 。ということで席順しましたー。はい、この回勝ったのは勝ち組。いやー、俺もう2連チャン初めて勝ったからさ、ずっと交互で交互で、あれ来てたから。俺もか。いや、もうわかんねえ。怖っ。全然覚えてないもん、前半戦。いや、もう温泉目指すか。おい、大阪の岩盤浴温泉目指そう。2日目、11時57分、で、大阪着が14時9分。ちょっとお腹空いてこうへん。そうやね、ちょっとお腹空いてきた。あ、そこでご飯食べちゃう。あー、でもそれ塩原水。あ、塩原水ありやな、大阪戻ってるの。でもヒロト残念やな、そうなったら。やっけろ、もう苦痛で運転してんのにお前だけ一人ラーメン食べられへん。大丈夫ヒロト、チャーハンある。なラーメン屋でさ、チャーハンだけ食うの嫌だな。あー、やっと大阪ですか。ね、今倉敷岡山だ。疲労度結構来てるわ、マジやばい体。今マネージャーにお願いして石川のホテル取ってもらってるんで。おー、ありがとうございます。でも、そこの目標が終わった後はゴールっていう目標があるから、たどやの後の目標初めて見出してたかも。やる気が出てきた。寝ていい？いいね。ありがとう。お前、寝る側の人間やで。こっち寄ったら目覚めんねん。いい加減にしろ。俺の目の前は那須川天心やからな。でもいや、マジであそこ勝っとくべきやったわ。3000キロドライブ無敗で行ったらもうメイウェザーに昇格。今俺那須川天心。ということで、お前さあ寝ろよ。皆さん到着しましたよ。水春、大阪の水春お風呂屋さんでございます。え、マジで入りたい。一生眠い。俺この区間寝んかったわ。一生眠い。あんま寝れなかったけど、めちゃめちゃ回復した。ただいまの距離1673キロ。半分は行ったよ。1700ってこと。ほぼそうだね。四捨五入で。うわ、行く、やった。入ってからやな、じゃんけんは。一旦お風呂入って、多分お風呂入ってたらテンション感変わると思うんで、スッキリしていきたいと思います。おーっす、よっしゃー。はい、ということで温泉に入り終わりまして、なんとか体力回復しました。なんか欲が出てしまって、ホテル泊まるって言ってたやん、うん、そこで爆睡したいから我慢してた。俺も寝てない。今になって眠気が。俺もすっごく眠いから、ないと先寝てたよ。ということで、ここからは次の目的地は石川県なんで、はい、まあ運転ジャンケンをしたいところなんですけど、その前に全員お腹減ってるんで、はい、ラーメン食べに行きます。よし、まあ、塩原水塩ラーメン屋さんに行って腹ごしらえしてから石川県に。こっからジャンケン。こっからジャンケン。石川までって何キロぐらい？オレンジから雨漏りが297円。294。あー、やっぱ1人にしよう。1人やな。1人で300キロ。やばー。いや、これほんまに嫌なジャンケン。一番地獄かも。しかもご飯後やで。やばい、ご飯後。これマジでやばいわ。今からラーメン行ってプラスで石川県までやからね。だからほんまに約300キロ。あれは頑張る。もっちゃん負けさせにかかんねえと。いや、頼む。まあそうやな、一番綺麗な流れで言った。今日めぐりさんやから、頼む。マジでいきます。せーの、最初のジャンケン、はい。よっしゃー、めいめいだ。でっかー、めいめいだ。でっかー。よっしゃー、はいはいはい、ありがとうございます。バリでかい、これ。よっしゃー、これはでかすい。俺今日めいめいさ、マジで。バリでかい、これ。いやー、え、マジできついで、飯後は。緊張します。オッケー、行くで。せーの、せーで、最初あげる、じゃんけんぽい。
爆睡して明日に備えたいと思います。はい、ふげーずんの君のターン。お前ドラえもんの道具だよ。寝かせてもらうぜ。続いての問題やだ。誰誰誰待って待って、事故最速のダッシュに行ってる。